畠山北海道に帰省する今回は北海道に帰省する畠山の一日、まあ、一泊二日ですかね、はい、お届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。いや、ちょっと昨日まで卒団式やらなんやらですごいドタバタしたんですけれども、なんとか帰省の準備することができました。冬と夏に、帰省するんですけど、今年はね夏帰省できてないということで、約1年ぶりの帰省になるということでですね、非常に楽しみです。はい、ではね、しっかりと帰省していきたいと思います。はい、それでは行ってきます。しばらくの間さよなら。よいしょ。おい、それでは、金沢駅行きます。前田君に送迎してもらいます。どうでしたか昨日の卒団式は。楽しかったよ。最高だったね。うん、あの途中で寝てたけど、僕は酒雑魚で有名なんでね大寝してた。あとあれだね、衣服決勝行ったね。決勝行ったよ。えぐいな、ジョージと田中翔太のあの形に何回やれたら、ね、あのスペースであのクロス上げる。あれなんで上げれるの、あれおかしいよ。マジかと。よし、お土産買ってきやすわ。はい、ありがとう。さあ帰りますよ。人数確認を行いません。発車時刻までには必ずお戻りくださるようお願いいたします。大阪駅到着です。やっと着きました。疲れた。小学生ぶり以来かな。Yeah.
寝るよ。寝ます。翌日。それで今日はね、北海道に帰る日です。でね、ちょっとまだ飛行機まで時間があるので、午前は吉本漫才劇場に行って帰れたらなっていうふうに思います。今日も楽しんでいこう。間違えた。漢字のナンバーじゃなくて、ひらがなのナンバーで降りないといけなかったんだけど、間違えちゃってちょっと遠い駅で降りちゃった。結構あるかな。最高でした。息子の清本、清本さんに今年玉あげてんねん。飛ぶぞ。いや、ちょっとここまで長かったですが、やっと北海道着きました。やっと着いた。今年も地元のマブにね、迎えに来てもらってるんで探そうか。北海道に帰ってきたらラーメンですよ。あの、いやー前回10個ぐらいなんでちょっと顔映せないですけど。無理じゃん。いやー、やっぱ北海道一周目。え？味わえよ。いいね。いただきまーす。うわー。帰ってきたね。すいません。はい。お出かけってありますか？はい。それでは北海道の冬道を帰っていきたいと思います。イエーイ。プーンプーンプーン。お疲れさん。ありがとう。次はいつやろう。次は年始じゃない。年始ですか。ありがとう。じゃあねー。ただいまー。